はい、どうもオーバン TV のオーバンです。めちゃくちゃやばい。今日は何をするのかというと、健康診断に行ってまいります。動画回しは今日も一番最初に採血だけやめてほしい。採血検査行きましょう。はい、ちょっとしますね。どうもオーバン TV のオーバンです。寝たい、めちゃくちゃ寝たい。寝不足でなんかしたいけど鼻声だよね。クーラーかけすぎちゃって、これずっと鼻声だわ朝。今7時32分でございます。こんな朝早く起きることあんまない。俺の中で7時半ってめっちゃ早いよね。今日は何をするのかというと、私オーバン、これからね、健康診断に行ってまいります。1年に1回ね、まあ、会社で受けないといけないんですけども、マジで動画にならんような企画かもしれないですけど、まあ、一応撮っとこうと思って。ちょっとやっぱ僕今回ね、健康診断楽しみにしてるのが、まあ1年前も健康診断行ったんですけど、1年前と今年と劇的に体重が減ってるよね。なんでちょっとその辺でね、数値がいいのかどうなのかっていうのをちょっと聞きたいなと。あと僕注射が大嫌いなんで、何回も動画では言ってると思うんですけども、動画にしたらちゃんとね乗り切れるんじゃないかということで頑張っていきます。それでは行ってきます。レッツゴー。行ってらっしゃいませ。はい、ということで病院に着きました。ちょっと行きますね。もう嫌じゃわ。おはようけんちゃんいや動画回しな今日もはよ、絶対寝坊するおもだわ。今来たん？いや、30分に落とす。あ、そうな、はい、それでは行ってまいります。健康診断なんですけど、いろいろ順番があるじゃない。身体測定、身体測定って言っちゃうな、身体測定やないわ。視力とか内診とか心電図とか、よく振り分けて移動するんだけど、一番最初に採血だけはやめてほしい。そうですね。採血検査行きましょう。はいはい。はい、座ってお待ちくださいね。はい、座ってお待ちください。最悪じゃん。ちょっとしますね。大丈夫ですか？はい、力緩めても楽にしていただいていいですよ。ほぼ同じ感じですね。綿のところはまだ調べやすいので、3分ぐらいはここしっかり押さえておいてくださいね。はい、じゃあこちらお待ちください。はい、はい、ということで終わりました。嫌ないよ注射は。やっぱ注射の何が嫌って、あのチクってするときにイラッとする、チクイラッみたいな、だからすごい嫌なのよ。今日健康診断した結果なんですけど、今日はね2週間後くらいに届くみたいなんで、ちょっと待っていきたいんですけど、問診の時にねちょっと聞かせてもらったんですよ。体重めちゃくちゃ減ってるんですけどどうですかみたいな。体重めちゃくちゃ減ってますねと。これどうされたんですかみたいな。だから病気でもしたんですか的なノリでちょっと言われて、いやパーサーでちょっとマイナス20キロ痩せるっていう企画をやってましたよね。それでね体重めっちゃ落ちたんですよって言ったら、うわーすごーいって言われました。いやこれ企画なるんか。絶対持つやん。絶対もんないもん。